エニセー川、エニセー川、イエニセー川、ロシア語、英語、エニセーブリアードモンゴル語は、ロシアを流れる河川である。北極海に流れ込む最大の水系で、世界でも第5位の長さである。流域面積は、ユーラシア大陸で最大の河川でもある。バイカル湖の水を含めると、セントローレンス川を越えて、世界最大の水量となる。 エニセイ川という名前は、エベンキ人による、呼び名のイオアネシ、エベンキ語、イオアネシに基づくとされる。17世紀に入り、西から毛川交易を求めて、コサックが流域に入り、エニセイと呼び始めた。エニセイという名称の由来に関しては、様々な説がある。ウルグヘム、アラグ県の先住民は、エニセイ川を、絶え間ない流れと呼んだ。エベンキ語では、 大きな水を意味する、イオアネシ、イオアネシと呼んだ。また、旧陸諸語に由来するという説もあり、母を意味する、アナと、川を意味する、生が合わさった解説される。モンゴル系、旧陸系民族が住んでいたエニセイ川流域には、十七世紀、ごろからコサックが侵入してきた。毛川を求めて、ウラル山脈を越えて帯川流域の、西シベリア平原に進出していた。 コサック、河川を利用して、シベリアを東西に往復しながら、次第に東へと進んできた。16世紀末には、帯川から東へ伸びるケチ川へ、コサックが要塞を置き、流域のケット人にやさく、毛川高能の税を、か、ケチ川源流から丘を越えてエニセイ川流域に侵入した。17世紀以降には、エニセイスク、アバカンスク、クラスヌイヤール、 あとのクラスのヤルスクなどの要塞が次々に建てられた。エニセイ川流域は金焼け川の産地として、ロシア帝国に富をもたらしたが、同時に流刑地でもあった。モンゴルから北へ流れ、シベリア中央部を貫き、北極海の一部であるに注ぐ。川口は川幅 1km から 3km 幅の、川が十数本に分かれており、幅 50km の三角州になっている。 上流部は急流で洪水が多く、人口密度は非常に低い。中流部にはいくつかの巨大な水力発電用ダムが建設されており、ロシアの原料生産産業を支えている。その一部はソビエト時代の強制労働によるものである。人口気迫の大河地帯を流れ、多くの支流を集めた後、一年の半分が氷に閉ざされるツンドラ地帯を抜けてから海に注ぐ。 近年、流量は増加傾向にあり、地球温暖化による永久凍土の誘拐が要因として指摘されている。北極海の塩分濃度の変化が地球規模の影響をもたらす恐れなどが懸念されている。エニセイ川は二つの主な源に発する。エニセイ川はサヤン山脈などに囲まれるミヌシンスク盆地に入り、アバカン川、オヤ川、オジャなどの川を集める。 この付近での川沿いの大きな町には、ミヌシンスク、アバカン、クラスノヤルスクなどがある。長さ 320km で、部分的に航行も可能な上アンガラ川、アッパーアンガラは、ブリアート共和国を流れて、バイカル湖の北端に流れ込む。しかし、バイカル湖で最長の流入河川は、モンゴルに端湖の南東側に三角州を形成して、 流れ込む長さ9 9 2トルのセレンガ川である。その最大の支流は、モンゴル中部の半外山脈東録から流れる。その他の支流には、モンゴルの首都ウランバートルを流れるトーラ川、タル、フブスグル湖からの唯一の流出河川であるエグ川、エギーン川、エギーンゴールなどがある。アンガラ川、アンガラは、 バイカル湖から流れ出す長さ1 8 4 0トルの川で、この地方の中心都市であるイルクーツクを経て、エニセイ側には、ストレルカ、ストレイルカ、北緯58度10分、東九92度99分で合流する。アンガラ側には4カ所のダムがあり、この地方の産業のために電力を供給している。イルクーツクにある44メートルのダムには、 出力650メガワットの発電所がある。500キロメートル下流のブラーツクには1960年代に124メートルのブラーツクダムが完成し、出力4500メガワットの発電所が作られ、ダム湖はその形状から竜の湖と呼ばれている。東サヤン山脈の北陸に発する支流の丘側と矢川が竜の両顎を形成し、 アンガラ川が 400km に及ぶ長い尾を形成する。250km 下流のウスチーリムスクには同じくらいの大きさの新しいダムがあり、ここで合流する支流のイリム川にも大きなダムがある。さらに 400km 下流のボグジャニにもダムがある。さらに新しいダムを作る計画もあるが、環境への影響の大きさから反対の声があり、建設予算がついていない。 拡大し続ける東シベリアの石油産業の中心地で、ユコスの大西油所の所在地、アンガルスクは、イルクーツクの5 0トル下流に位置する。大きなパイプラインが西へ伸び、さらに、日本海岸のナホトカへ、日本向けの石油を輸送するパイプラインも建設されようとしている。東シベリアの埋蔵資源の限度は、まだ明らかではなく、イルクーツクの北2 0 0トルのコビクチンスコへ、 コビクタ、コバイクティンスキー、および、イルクーツクの北 500km の中央、シベリア高原にあるエルフネチョンスコエ、ベルフネチ、バークネコンスキーなど、大きなガスデニア油田が開発途上にあり、東アジアへの輸出が期待されている。エニセーーとアンガラ川がストレルカで合流した後、大カズ川、グレートカズが 300km 下流で合流する。この川は、オビ川支流のケイト川、 ケチ川、ケットと、オビエニ西運河で結ばれていたことが特筆される。エニ西川は、幅が広くなり、川には無数の中州が出現し、多くの支流が合流して、流れは大きくなる。特に大きな支流は、長さ1 8 0 0トルを超えるポドカメンナや、ツングースカ川、および3 0 0 0トル、近い長さのニジニャやツングースカ川というウガン川の二つの、 大河で、いずれも東の中央シベリア高原から流れている。これらの川の上流にあたるツングースカ地方は、ツングースカ大爆発で知られるが、現在は、石油、天然ガスの探査や開発が進んでいる。ニジニャやツングースカ川との合流点を過ぎると、エニセイ川は北極圏に入り、ツンドラ地帯が広がる。エニセイ川は年の半分以上は凍結する。 何もしないと、無数の氷が川をせき止め洪水が発生するため、爆発物を使い氷を吹き飛ばし水を流す作業が行われる。トゥディンカは、クラスのヤルスクと定期客船で結ばれる最下流の港町である。河口の先では幅 50km、長さ 250km のエニセイ湾が形成されている。この部分では、砕氷船が航路を確保するために使われる。 氷河期には北極への流路は氷床で閉ざされていた。まだ詳しいことは分かっていないが、最終表記には、エニセガ川や帯川は西シベリア定地を覆うほどの巨大な湖、西シベリア氷河湖に流れんでいたと見られる。またこの湖の水は北極海に出られないため、最終的には国海に向かっていたと考えられている。下流より記載楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。